ナームアンの滝とは、タイランド湾の西部に点在する島の一つの、サムイ島の南部に存在する、幕府の一つである。ナームアンの滝と、その滝つぼ。ナームアンの滝は、サムイ島内の、おおよそ北緯9度28分、統計99度59分付近に位置しており、この場所は、太陽国のスラートターニー県に属している。サムイ島には、複数の滝が存在しており、 このナームアンの滝は島内に存在する滝の一つに過ぎない。また、この滝から歩いて約30分のところにはもっと落差の大きな別の滝も存在するものの、それでもナームアンの滝は約18メートルの落差を有している。そして、この滝の近くまでは道路が整備されており、自動車などを使えば簡単に滝の近くまで来ることが可能な訪れやすい滝である。なお、 この滝は寒い島における観光名所の一つとなっていて、滝壺での遊泳も許可されている。また、週末にはこの滝付近を散策するものがしばしば見られる。遊泳可能とは言っても、この滝の水を引用しても良いというわけではない。太陽国政府観光庁提供のガイドブックにも、生水の引用は進められない旨が書かれている。そのため、滝壺では、 水遊び程度に止めていた方が無難かもしれない。ちなみに、寒い島は、リゾート地であり、遊泳可能な海岸もあちらこちらに存在している。寒い島、P10、P14ABC 寒い島、P10 寒い島、P14 ナームアンの滝。ありがとうございます。